ザワチンモノマネメイクタレントザワチン32が3日、約1ヶ月半ぶりにインスタグラムのストーリーズを更新。再発したパニック障害の現状について明かした。ザワチンは、皆さんお久しぶりです。この度はたくさんのご心配をおかけして申し訳ありませんでしたと謝罪し、1ヶ月以上ほどお休みをしっかりいただいて、だいぶ体調も良くなってきて、初めよりうまく付き合っていけるようになってきたかなと現状を明かした。続けて、この度はたくさんのコメントやメッセージをいただき、いろいろ皆さんからのアドバイスをもとにやらせていただいた結果、とても助けられましたと感謝。あれから気に入って引き続き実践しているものもあります。私のように困っている人もたくさんいると思います。やってみて良かったものを皆さんにぜひシェアしたいと思いますと思いを綴った。ザワチンは8月21日の投稿で、23歳の頃に軽いパニック障害を患い、モノマネメイクを封印したことを告白。しかし今年5月末に再発し、そのまま倒れて救急車に運ばれたという。その後少しずつ回復したが、8月16日の自身の誕生日直後にまた悪化したと明かしていた。